オリックス30人の生活ぶりウェーブ、何人かやらかして困窮負け、胸も一度抹消したれ、足立は猛コーチに専念しよう。奥川といい、石川といい、折野選手は優しいね。9回もう終わったの？高速すぎじゃねえ？何度目の3立てされない1勝2敗よ。石川当てないとかやべえよ。俊平太の自滅は論ないとしても、暗すぎるわ再起用。まあそれだけ編成が腐ってるな。福良は早く退任させないとな。西野離脱でまたサード層メインになったら辛すぎるな。打撃の内容が西野と全然違う。ソフトバンクとは試合内容に差がありすぎる。12球団で一番弱いと言っても過言ではない。もう今年は終戦だよ。最後まで見ちゃったけど、ひどい試合だった。雨に始まりひどいカードだった。普通の実力差で負けるのが一番きついわ。次のロッテ戦もマリンなんだな。今年京セラロッテ戦が8月にやっとあるのか。2点差でエンドランやらバントすな。冷水ぶっかけただけ。あの状況でバントさせるような若月をそもそも起用するな。才木もそうだけど、コーチ人事に一番闇を感じる。まあそれは他の球団もそうだけど、負け越してもいいからせめて日曜日は勝ってくれよ。ご視聴ありがとうございました。